さあ今日は富士スピードウェイで開催されているモーターファンフェスタっていうイベントに来ております。まあ、すごく簡単に言うと屋外版オートサロンっていう感じでございます。ただ2019年から、まあ、例の影響でずっとやってなくって3年ぶりの開催になるみたいです。ちなみに僕は初参加でございます。なので全然雰囲気わかんないですけど、まあ、ちょっと今日会場の様子をお届けしたいと思います。あと D1 が今日なんか一緒にやってるみたいなんで、まあ、ちょっとその様子も、はい、お届けしたいと思います。そしてボンドブース、今回テントを2つ出展させていただいてます。一応アメタンの展示とあとはデモカー3台、お客様からお借りして展示させていただいてます。ちょっと順番に見ていきたいと思います。こちらつい先日裏当ての方で制作させていただいて、フロントの高橋くんとご紹介させていただいたマンソリー223でございます。こちらつい今日の話なんですけど、マンソリー本国の方に制作した動画共有してもらったらめちゃくちゃコメントついてすごい反響の車でございます。やっぱり海外でもこのブラックアウトされた223のマンソリーってまだ珍しいんで、かなり注目度の高い1台でございます。これ別の動画で詳しく紹介してますんで、まあ、ぜひそちらも見てみてください。そしてあとこちらで、こちらも裏当ての方で一度過去ご紹介させていただいた車両なんですけど、そこからさらにパワーアップしてるんで、カスタマイズ担当した横山店長も今日来てますんで、ちょっとこの後詳しく紹介させていただきたいと思います。そしてあと奥に35 GTR ニスモが、こちらPV でボンドチャンネルの方上げさせていただいたんですけど、これ実は東京店の方でカスタマイズさせていただいた車両になります。足元が AL13。 じゃあこれ僕の方からちょっと今日内山店長来てないんで軽くご紹介させていただくと、なんとご覧ください、 AL13 のカーボンリム、こちらが装着されております。このリムが全部ダイマグ車の、はい、カーボンリムが、でこのダイマグっていうのが、まあ、カーボンリムを作ってるメーカーですね。まあ、内訳は公表されてないんですけど、某ハイパーカーにも供給されてるっていう、まあ、信頼性も、バッチリのカーボンリムで、当然この内側のディスクは AL13 のディスク、はい、これになってます。価格はざっくり言うと普通の AL13 の倍まではいかないですけど、そのぐらいの金額になっちゃうとんでもないホイールが今回装着されていると。当然全部オーダーなんで、まあ、ブレーキのクリアランスもそうですし、出面もバッチリな、こんな感じに。やっぱりこの辺のリムってちょっと似合う車限られちゃうと思うんですけど、やっぱりこの手の車とかスーパーカーハイパーカーかなりマストな、めちゃくちゃ似合うホイールだと思いますんで、まあ、あとはとにかくアルミより圧倒的に軽い、運動性能を、さらに極めたい方なんかにも非常におすすめな、まあ、予算がおすすめじゃないっていう、ただそれだけです、はい、なのでこちら、まあ、なかなか多分サンプルもないですし見る機会もないと思いますんで、今回展示させていただきました。じゃあ続いてあれからさらにパワーアップしたというこちらのアベンタドール、横山店長にどこが変わったのか教えてもらいたいと思います。どこが変わったのかも何もなんとボンネットが交換されているということで、ちょっとこれあいにくの天気なんで分かりづらいですけど、す、ね、他のパーツ同様これフォージドカーボンなんですね。そうです、まあ1060とかだいたい塗り分けしてるんですけど、はい、今回もう塗り分けせずにこうダクト風の、そうそう、このくぼんだとこだけ塗り分けなんていうのはありますけど、今回全部丸出しということ で、 これオーナー様の、いや僕の勝手で行こうです横山店長の、なかなかボンネットの色が違うアベンタってないんじゃないですか。そうですね、横山さん過去にないですよね。ないですね、はい、すごいインパクトそしてこれダクト風になってるんですけど結構立体感もあるんで、はい、アベンタこれ S も SV も SVJ もいろいろ似合いそうな、そうですね、はい、合いますね、こんな感じのボンネットが、はいはい、であとは前回もご紹介させていただいてますけど、とにかくこれすごいんですよね。すごいですリップもそうだし後ろも全部フォージドカーボンのパーツになってるという、これまず色が半端ないですもんね。そうですね、この色珍しいですからね。SNS でもこれを見かけたとかっていうのが結構上がってるのは僕も見ました、はい、いや本当にありがたいですよね。そして前回も紹介させていただいてますけどホイールがなんと白いホイールということで、はい、アナーキーです。これめちゃくちゃかっこいいですね、はい、まあ、普通単造だとこうフィニッシュ素材感出るやつ選びますけど、そうですね、ブラッシドとか選びがちですけど、やっぱこの色には白かなと。真っ白白のホイール、はい、これ内装とも結構あってんですよね。そうですね、内装も白、内装カラーと、はい、ステッチで。そしてサイドもそうだし全部フォージドなんですね、はい、これ目立ち度半端ないですよねで特に後ろのパーツに関してはフォージドの設定がない。ないです、それを作ってもらいましたなんと特注で製作という、はい、あれこれウイングの上のところが特注なんでしたっけ。ウイングの上の部分とあとベースの、あ、ここもっすか、はい、
これも全部 10XT、はい、最初はできないって言われたんですけど、はい、どうしても横も後ろもつけるんで、はい、作ってくれっていうことで揃えたいということで、はい、これ多分世界に1点だけですよね。1点だけですねを全部、そしてこの下側のバンパーのこのディフューザーの部分もフォージドカーボンで、そうですね、まあ、横山店長にご相談いただければ、じゃあオンリーワンのが作れます、はい、作れるかもしれないんで、はい、ぜひアベンタドールのお客様ご相談くださいませ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあそれじゃあ今回飯村店長もイベント参戦してますんで、はい、一緒にちょっと会場回って、はい、気になる車がいればちょっと見てみたいと思います、はい、そして今オープンしてなんか1時間まだ経ってないぐらいです。結構人入ってるっすね。そうね。でこの辺も結構人多いんですけど、なんか EV の試乗ができるみたいで、そっちにめちゃくちゃ人が並んでるんですよ。あ、そうなんだ。でそれが受付終わったら多分バーって流れ込んでくるんで、多分日中はもっと人が入る感じになると思います。はい、ちょっとじゃあ早速行きますか。はい、とにかくオールジャンルですよね。そうね、もう四駆系から車、日本車で、メーカーも結構出店してて、ね、ランドローバーさんが、はい、これめっちゃかっこいいっすね、色やばくないですか、これ。これ純正色っすか。そうじゃない、ディーラーだもんね。ストリットっすね、これめっちゃかっこいいっすね、 SVR。 これ新しい色っすか。まあ限定色なの。あ、そうなんすか。20代限定の。あ、そうなんすか。うわ、中もかっこいい。この辺なんかちょっとさらっと乗るの良くないっすか。そうだね、色やばい。これ色が選べるってなかなかだね、メーカーもやっぱり。へえ、だからやっぱり最近なんかイギリス車とかその辺もなんかちょっとこう、なんていうんですか、オンリーワンじゃないけど、うん、ちょっとそういうの増えてきたっすよね。そうだね、エンブレムも全部黒いじゃん。もう仕事を取るのやめてもらっていいですかって感じ、うん、ホイールも最初から黒いし、何気にバイカラーなんですね、ホイール。あ、本当だね、うん、マットと。でこの辺ちょっとホイールだけ変えてとかっていうのもすごくいい。というわけでこんな感じで、あのメーカーさんだったりもいろいろ出展されてるみたいです、うん、あとはアドバンスエイトさん、アドバンスエイトさん、はい、ラッピングで超有名。急遽色を変えた。あ、そうなんですか。うん、そう、カモフラだったんだよね、これ。あ、その車っすか。そう、いつもお世話になっております。こんにちは。お願いします。これ貼り直したんですか。カモフラ柄だったのを全部。これソリッドの、これどこのフィルムですか。イノゼテック。あ、これイノゼテックなんですか。これ塗装みたいですよね、マジで。でここはフォージドのラッピングなのかな。あ、ちょ、これどうなんですか。これフォージドのラッピング、わかりませんもん。だいたいこのラッピングもアドバンスエイトさん全部外して貼ったりするから、もう貼ってあるの貼ってないのちょっとわかんない。ラマンさん、これドア開けてもいいですか。もちろんです。ドア内も貼ってある感じですか。あ、じゃあ開けないです、やめます。はい、まあ、車によっては間に合わせるためにとりあえず。マジですか。剥がしから昨日の一昨日の朝8時昼間前に始めて、はい、剥がしして昨日の夜10時ぐらいで終わったんです。昨日の昼間から作業始めて貼り直すっていう。さすがにそれはうちが貼ってないですね。それでも言っちゃうと 1.5 日でお願いしますっていうの来ちゃわないですか。大丈夫ですか。いや全然 1.5 日でやる。 1.5 日でいけるみたいなんで、ラッシュ料金、ラッシュできるみたいな。まあご相談いただければボンド経由で入庫できますんで。もちろんでございます。ボンドさんからじゃないと受け付けない。あ、本当ですか。よろしくお願いします。いいものに分かれてありがとうございます。他にも本当に SUV とかゲレンデも多いですよね。ゲレンデ多いね。あ、HRE さんのです。うん、クラシック、これ珍しくないですか、色。501色何になってるんですか、これ。これなんだろうね、サテン塗りっすかね、塗りのシルバーっすか。ブラッシュドじゃない。いいな。そして他にももう国産超人気の86とか86、はい、ミニバンも本当にオートサロンのなんか屋外版って感じ。そうだね、こっちプラドとかさ、あのハイラックスとか、この辺もなんか輸入車的カスタマイズポテンシャルなんか秘めてる気がするんですよ。そうだね、デルタフォースって、はい、あの、はい、僕ビデオ撮ったことある車。あ、そうなんですか。そう、JR のランクルもちょっとカスタマイズ紹介で出させていただいたところ、はい、はい、まあ、いろいろ国産車もご相談いただければ。そう、ね、あ、ダラーラだ、すげえ。でピットの方はなんかメーカー系がみんな出店みたいです。 あとは本当になんか用品とか
そういうのもいろいろ出てるってことなんで、そう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 、なんか販売もね、小売りみたいなのもしてるんだよね、はい、まあ、今日1日だけですけど、毎年開催されてるイベントなんで、まあ、参考にしていただければいいじゃないかな。そうだね。え、初めて来たけど、あんな奥までやってるんですか。本当だ。でも3年ぶりだからね。私初めてでございます。そっか、はい、こっからはじゃあ結構輸入車じゃなく国産車、そうだね、そうだね、すげー盛り上がってるな。ご覧ください。まだ開始1時間も、ゲートオープン1時間も経ってないのにこの人の量、ね、すごい。まあ、D1 一緒にやってるっていうのもあるんじゃないかなっていう。あ、HR 入ってますよ。本当だ、デザインワークス、ワイドボディになってる。あ、なんかオートサロンなんかイベントになったよね。あ、これジャパンのブースって、ね、ブースっていうかあれですか。ジャパンの展示だね。え、カップかやば。なんすかね、これちょっと本当にデカラ走ってストリート走りたいっすよね。かっこいいね。ちょっとエンジンとかかけてくれないっすかね。ヒュン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 なんつって、すごっ。全部違うんですよね、アップライトとか。だろうね。991も全部違ったっすもんね。ああ、アップライトは中やば。エンジンはかけてないですけど、この間紹介させてもらった GT3 と多分いい勝負の音するんだ。いや、でもかかり方が違くない、カプカって。確かに確かに確かに。セルの音が違う、ね、違いますよね。あれなんか課金みたいな、はい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 、で結構国産のチューニングカー系もすごく出ててかっこいいなあ。あれ、これなんか007のあれなんですか。ロゴが入ってるね。静かじゃないですか。静かだね、はい、右のフロントここら辺になってます。やば、これもうメットかぶって乗るやつじゃないですか。本当に虫やばい、うん、これちょっとカブトムシとか当たったら怪我するやつ。やばいよね。すげえ。ちょっとこの音が取れてるか分かんないですけど意外に静か。これ実はあの朝首都高で遭遇した DB5 かな。あのもうクラシックは全然知識がないんで分かりません。ダクトがついてるからなんかちょっと違うやつじゃないかっていう、詳しい方いたらコメントください。うわ、めっちゃ綺麗これ。ワイヤーホイールやばいっすね。すごいね。めっちゃ綺麗っすね。そしてめっちゃ細いっすね。185っすよ。軽自動車じゃないですか、もう。すげえ。え、これこの塗装のコンディションってことはオリジナルってことかな。オールペンじゃないよね、多分。すげえな。すげえいい音してる。音取れてるかな。これこんな近くで見れるってないよ、海外じゃなきゃ。うん、スーパーレジェーラって書いてある。めっちゃかっこいいです ね。このラフなアイドリングとこのオイニーとこれちょっとすごいですね。なかなかオスサロンでもだってこんな近くでエンジンかかってるのって見れないじゃないですか、ね、オスサロンだってエンジンかけた瞬間に人が飛んできますよ。やめてくださいっつってちゃんとアイドリングしてるもんね。これモーターファン、モーターファンですごいですね。なんかちょっとすっごい古いバンテージ。あれ最後の方だっけ。あれ主人公死んでからこれで出かけんだっけ。めっちゃかっこいいな。うわ、すごい。アストンすごいね今回。気合がやば。あ、確かにボンネットのダクトこっちの方がちっちゃいね。 DB5 向こうでかいのついてたよね。タイヤもめっちゃかっこいいじゃないですかこれ。ちゃんと古いのでミシュラン、すげえなー。めっちゃ綺麗これ。そして他にもホンダがブース出してたり、 GR がもう当然富士ですから出してたり。わわわ、なんすかあれ。もうもうもうわけわからない。もうすげえ。これちょっとモーターファン年に3回ぐらいやった方がいいんじゃないですか。この雰囲気絶対大事だと思うんですよ。すごいね、この人だかりが EV の市場。なんかいろいろ EV だけじゃなくていろいろ乗れるみたいですね。メーカーの市場車結構出てきてるんです、はい、なんで
受付するともしかしたら乗れるかもしれないなっていう。だからちょっとこういう体験系のイベントと合わせた車のイベントってあんまりないじゃないですか。そうだね、そうだね、確かに。だから富士だからできることだよね。いいんじゃないかなと。そしてもうすぐ向こう側ではちょうどヘアピンなんで D1 も見れるという。これすごいですね。僕初めて来たんですけどこのイベント。確かに何でも全部なんか総取りみたいな。これもっとすげーでかい規模にしたら本当になんかセマとかああいう雰囲気になりそうな感じがします。そしてちょうどボンドブースの裏手はキャルウィングさんとオフィス K さんが出展してるんでちょっと見てみましょうか。 2000GT のあのレストしたやつ、レストアっていうかなんか作り直したやつでしょこれ。なんかすっげー精巧にあの当時のオリジナルみたいに作ってて直してる。でエンジンはそのトヨタの3リッターの最近のやってまいりました。カリナンボンドグループでも人気の、はい、各店1台ぐらい作ってるんじゃないですか。そうだね、そうだね。すごい真っ黒黒です。ブラックバッジベースなのかな。え、こんなパネルあるんですか。初めて見たんですよ。ちょっとブラックバッジ、あ、ブラックバッジのパネルこれなんですか。外からは結構見るんですけど中そんなに見せてもらう機会がない。あ、知らなかった。いかつ。だって真っ黒黒のアメ車と真っ黒黒アメリカじゃないですかもう。絶対近づきたくないよね、はあ、ちょっとここのブース一角だけとんでもないオーラが。そして他にも四駆の展示がサビーニさん。なんとなくこのイベントの雰囲気が皆さんに伝われば幸いです。え、このゲレンデすごいじゃないですかこれね、はあ、ホイールどうなってんですかこれ。これもキャルウィングさん。へえ、これホイールどうなってんすか。なんかハブみたいのくっついてんすか。カバーがついてんじゃない。あ、そういうことっすか。多分。へえ、これビードロック風っすよね。そうだろうね、うん、へえ。ちょっとまたあのヨーロッパな感じのオフっぽい仕上げと、うん、違う、うん、アメリカっぽい感じが、うん、さあそれではちょっと突然ですが私たち動画班の新しい撮影者を紹介したいと思います。こちらですなんと自衛隊も出展されてるってことで戦車まで並んでるっていう。これオートサロンでもさすがに戦車は展示されてないんでこれちょっとインパクトがすごいという。でさっきあの囲われてないんで結構近づいて見せたら怒られました、はい、近づかないでくださいということで。ちょっとあのガチのやつなんで、まあ、なかなか見る機会ないと思うんでこんなのも見れちゃいます。さあ飯村さんはあのいろいろ知り合いにあって話が長くなっちゃったんで僕ソロで帰りお届けいたします。こちらオフィス K さんのブースご覧ください。以前あのゲレンデミーティングでもご紹介させていただいた V クラスのマイバッハ、僕が勝手に V バッハって呼んでるこちらが2台も展示されているということで、これあのボンドグループでも実は何台か作らさせていただいて同じキット組み込んだのがあるんですけども、あれこれこっちとこっちで違うのか、別バージョンってこと。これすごい。これしかも全部そのグリルもそうだしバンパーもあとこれもなんか全部作り直してって言ったかな、はい、で結構な もちろんその存在してない車なんですけどなんかこのすごく雰囲気がいい。え、 V 前歯あったっけって一瞬こう思わせるぐらいの完成度の高さ、はい、こちらが2台展示されてます。これあのボンドグループでも作れますんでぜひお問い合わせください。さあというわけで開始1時間ぐらいしか経ってないですかね、なんですけどこの天気なんでちょっと動画は終了になります。ちょっとびしょびしょになって撮れなくなっちゃうんで。イベントは他にも試乗だったりだとかあと D1 なんかもやってるんでかなり盛り上がってそうです。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。